はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。今から、大根のね、間引き収穫をしたいと思います。で、2、3日前から大根の花がね、咲き始まっちゃいましてね、あれと思ったらね、どうも巻く時期が悪くてね、花芽が分化する温度がうまく合っちゃったらしくてね、でしょうがないんでね、花見するわけにもいかないんで、花芽を摘んでね、食べてるんですが、大根の方もね収穫できるようになりましたので、ちょっとね、少しずつ収穫していきたいと思います。相変わらずね、この副社長が来て邪魔してます。パッと見て大きそうなの抜いちゃおうか。よいしょ、よっこしょ、よっこしょ。あれ、おっ、あれ、結構気合い入れて抜かないと、片手で抜かないとわけにいかないんだね、これね。よっこしょ、せーの、よっこしょ。あれ、抜けねえぞ。あ、はい、こんな感じでね、まだそんなに大きくはないんですが、よいしょ、わかるかな。ちょっと周りの葉っぱね、取ってみますね。よいしょ。はい、これがね、真ん中にあるのが、大根の、この辺であれかな。ちょうど映ったな、はい、これがね、なんかフォーカス合うものがあるといいんだな。はい、こんな感じでね、この軸が大根の花芽になってますでね、これにね花が咲いちゃってね、あれ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 、どうしようって感じでね、まあ仕方ないんで、この花芽をね摘んで、食べてるんですが、まあね、間引きも兼ねてちょっと大根を収穫したいと思います。で、これ一株に、実は二粒巻いてあるんでね、結構やっぱり片側抜かないと、大きくなりませんのでね、まあ間引きを兼ねてちょっと大根を抜いていきたいと思います。よいしょ、あれ、こんなに力なくなっちゃったのかな。よい、せーの、よっ、よいしょ、ね、年だねまあね、見てる方もね、年だねこのじいちゃんと思ってる方もいると思うんです言われる前に言っちゃいます、年ですはい、まいったね。そんなね、片手でポイって昔取れたんですけどね、抜けたんですけどね今はもう両手で気合い入れないと抜けないです素晴らしいな。ちょっとまあマイク遠くなっちゃったんでね、少しカメラ移動しますね。相変わらず猫の副社長が来て邪魔してます。昨日はね、この猫不良で猫してて帰ってこなかったんですよあれ、どっか家出しちゃったんかなと思ったらね、もう朝になって お腹が空いて戻ってきまして、餌くれってね大騒ぎしてましたからねお前はな、腹減んないと帰って こないからな、いいなそれもな。ね、人間生きてくの大変よ、お前はいいな何も考えないでな太っちゃうぞ、ね、少し考えないと、猫の一生短いんだからお前に言われたくないってか。よいしょ、まあ猫は猫なりにね悩みがあるんでしょうから。よいしょ、ね、でもどこ行っちゃったんだろうね昨日一日帰ってきませんでしたからね。
5本ぐらい取ろうか。ちょっとね、昨日知り合いの人が、東京ディズニーランドのね、なんかクッキーを持ってきてくれましてね、今ディズニーランドやってんのかな、わかんないんだけど、よっこいしょ。で、ごめん、今日はちょっと何も お礼返すものないんで、明日大根抜いて持ってくよって話をしてね、じゃあ、今日これからね、大根抜いてちょっと持ってきたいと思います。辛い、かなり辛いよね。よいしょと、あと1本、4本ってのはね、ちょっと数字悪いんでね、あと1本抜いて、持っていきたいと思います。結構大根の花芽出てるね。よいしょよいしょよいしょ。どうしようかな、まず間引きが優先だよね。本当に抜けねえぞこれ、こんなに力なくなったんかな。よいしょ。これね、普通の大根の長さ半分まではいかないけど、3分の2ぐらいしかないもんね。長さも太さももっと二回りぐらい大きくなるもんね、普通だったらね。まあ、かなり早取りって早取りなんだけどね。はい、じゃあ5本抜きましたんで、これで1回終了ですね。はい、そんなわけで、うちの猫の副社長、おい副社長、副社長、こら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 、はい、副社長、ご挨拶ご挨拶。はい、はい、うちの猫の副社長、昨日ね一日ちょっと家出してましたけどね、今朝帰ってきてご飯食べました。はい、ご視聴ありがとうございました。よいしょ、ダメだ。分かりっこないよね。はい、じゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。